皮肉なもんだな。あれだけ機能死闘を繰り広げたのに得るものはなくて、むしろ失ったものの方が多かった。そして昨日の出来事を知らない人たちは何ら変わり映えのない日常を送るんだ。そしてこの事件はいずれ話題にもならなくなる。解決するために動いた人の努力を無視して。ことかさん、今頃何やっているのかな。きっといつもの日常に戻ったんだ。これでいい。俺みたいな奴のいる世界なんか来るべきじゃない。ってわかってるんだけどなー。ああ、やっぱり辛い。ずっと心に大きな穴が開いてる感じだ。すっごい虚無感。俺はメリアたちがいる。大切にしてくれる人がいる。でも、ことかさんは、誰が守ってくれるんだ。誰が守ってあげられるんだ。一人なのに、頼れる人がいないのに。でもなー、それで見守ってたら演出とかストーカーとか、未練たらたら男とか思われそうだし。はぁ、あ、難しいよ、恋愛って。珍しい、結果からだ。東京着いたとかの連絡かな。はい、もしもしこちらただいまやに決まっただ中のパトだけど。パト、久しぶり。って言ってる暇はないの。ちょっと手伝って。どうしたの、なんか事件。今私東京に到着してことかちゃんの家にお世話になってたんだけど、ことかちゃんが家から出て行っちゃったの。俺は、その、聞いたわ、昨日いろいろあったんだってね。聞いたのか。うん、それで先に謝るわ。私、ことかちゃんに真実知らせちゃった。真実？シュアーネさんの悪事と目的、お父さんとの会話、パトたちが東京に来てから何をしてたのか全部。結果、それはダメだろ。今のことかには荷が重すぎるよ。それで真実を知ったことかちゃんがパトのところに行こうと走って出て行っちゃったの。それは、俺も困るんだけど。あは、違うでしょ。シュアーネが逃走してまだ事件は解決してないのよ。どういう意味かわかってるの。ことかが、危ない。そう、それで降車クラスは私でも手が余るわ。パトは昨日前線していたって聞いたわ。お願い手伝って。わかった。最悪の事態を考えて俺もことかを探す。結果もことかのところに光ですぐに向かってくれ。お願いね。急がないと。ご主人、体調はもう大丈夫なんですか。メリア、俺の呪縛を解け。ダメです。どんな理由があろうが呪縛を解くことは許しません。あれは今大会で優勝するための切り札です。この数ヶ月何のために蓄えてきたと思っているんですか。知っている。だが今はそんなことを言っている場合じゃない。ことかが危ないんだ。シュアーネですか。ではなおさらダメです。ことかちゃんはご主人を嫌いました。これ以上関わる必要はありません。それにこの東京に来てからご主人の特訓が必要がないと言ったのも今回の切り札があったからです。今ご主人が使えば大会で優勝する確率が一桁台まで下がりますよ。大会なんか知るかよ。自分のことのために好きになった人を見殺しにするくらいなら俺は今ここで自害した方がマシだ。俺にとってことかはメリアたち同様守るべき人だ。そのことかや月下が今危険にさらされる可能性があるのに、全力も出さずに守りきれなかったら一生俺はお前を恨む。ご主人、解除しろ。約束してやる。俺は絶対に切り札がなくても大会で優勝してやる。そのためにこの半年死に物狂いで鍛えたんだ。でも、安心して、俺はメリアの主だ。これ以上メリアたちを悲しませることはしない。私は今ご主人の言葉で悲しんでますけど。それは悪い。俺も口が悪かった。もう、どうしようもない人ですね。まあ、そんなご主人をみんな好きになったんですけどね。約束、守ってくださいよ、ご主人。ああ、ありがとう。解除。無事帰ってきて、パト君。ああ、すぐ終わらせてくれ。まったく、私はやっぱり甘いですね。待たせたね。パト、パトさん。久しぶり、月下、以前より綺麗になった。あらあら、1年も経ったらお世辞も上手くなったじゃない。なんか雰囲気が違う。それにねも。あとは俺に任せて、二人は後ろに。私も戦うよ。この1年私だって頑張ってきたんだから。ダメだ。俺にとって月下は守るべき人だ。傷つけたくないんだよ。ずるい、こんなにも強くなったのに。私を一人の女性として守ってくれるなんて。月下、ありがとう。おかげで俺は吹っ切れたよ。ことかさん、昨日はごめん。いいえ、私こそ事情を知らずに。俺は今から君の目の前でシュアーネさんを倒さないといけないんだ。はい、どうか、私の恩人を救ってください。怖かったら目をつむってて、すぐに終わらせるから。はい、シュアーネさんをよろしくお願いします。ごめんね、こんな形でしか救えなくて。私こそごめんなさい、こんな辛い思いをさせてしまって。昨日ぶりだな、シュアーネ、あろける。
私はもうあなたとは会いたくなかったわ。そうだな、俺もこれを最後にしたい。ならこのまま最後にしてあげるわ。悪視点高い8500億、どれだけでかいのよ。ここまでの戦闘力をしっかり扱えているとなんて今まで見たことないわよ。なんか雰囲気が。ことかちゃん、見てて大丈夫なの？はい、もう現実をしっかり受け止めると決めましたから。そっか、でもあそこまで相手はオーラを出しているのに全く物ともしてない。むしろ私たちの相手の圧をこぼしている。俺の前でお前に権利は存在しない。そんな、私の壁が全部失った。招待してやるよ、アロケル。挑むことさえ許されない絶対的領域に。今度は正真正銘出し惜しみはなしだ。神格解放。そして、みんな賠償したい。ミカドのエデン。何よこの世界は。ミカドの絶景。これが神羅万象支配。能力の質だけで言えば以前のパトより上なんじゃないの？これ。どうした？昨日の異性を見せてみろよ、アロケル。すげえ？バラナ。バラナ。私の邪魔をしようとした発砲を。まだ。殺して。殺しでないのに。哀れだな、悪魔。許さんぞ、神か。貴様の傲慢、しきてな英語を呪い続けてくれるわ。残念ながらお前にそんな権利はない。帝の鉄拳はこの世に存在する全権利の剥奪、支配する力だ。お前はここで消える以上、呪う権利も安らぐ権利もない。あるのは俺が許した権利、読むに変える権利、だけだ。そう、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 私に、呪う権利も、憤怒する権利も与えられないなんて。神羅万象は完全無欠なんだよ。どこまでも横暴で底がない力なんだ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。